はい、よろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。大河内真由です。よろしくお願いします。ではですね、今日も皆さんに短期間で復縁成功するですね、冷却期間不要の立花式の復縁術についてお伝えをしていきたいと思います。はい、でこの立花式の復縁術ね、よそで結構この動画を真似てる、はい、まあ、業者さんがいるみたいですけど、これを開発しているのは、まあ、橘からですね始まり、今ここで勤めている講師のみの、まあ、門外不出のテクニックをお伝えしていきます。はい、で、まあ、今日はですね、一方通行の恋についてね、はい、一方通行のっていうか、要は一方的な連絡になっている人がなんでっていう、ここについて解消の仕方をお伝えしていきますので、はい、皆さんもですね、今日のこの動画なんていうのかな、LINE とかで、ね、なんかこう彼の気が引けてないなってね、うん、彼女の気持ちが引けてないなっていう方は絶対見てください。超役に立ちますから、うん、これを使ってですね、短期間で復縁成功というふうに持ってっていただきたいと思います。はい、はい、でもう一つですね、もう一つというか本題に入る前に、初めてうちの動画を見たという方ですね、立花事務局からは3つの完全無料のプレゼントがございます。この立花式の復縁塾ですね、で、まあ、過去9年間で累計11万人が利用していただいたんですが、この11万人分の復縁の成功データとね、失敗データとたくさんあります。うちもですね、全員が成功するわけじゃありませんので、たくさんのこのデータ、ビッグデータと言われるやつからギューッと凝縮して50本のですね、完全攻略復縁音声ガイドっていうのを無料でプレゼントしてます。ぜひこちらお受け取りして、まあ何から勉強しようと悩んでいる方はぜひですね、聞いていただいて、皆さんの復縁活動にお役立ていただきたいと思います。これも完全音声版なので、はい、目つぶって聞いてください。電車の中でも聞きます。電車の中とかで、ね、通勤中とかで聞いてください。はい、でさらにですね、立花事務局、うちはもうずっとかれこれ、まあ、9年ですね、この復縁のご相談を聞いてきている、まあ、会社なんですけど、プロの復縁の講師です。カウンセラーじゃないです。講師ですね。プロの講師に今の現状の何が問題でうまくいってないのかね、そしてどうしてたら復縁が成功するのかっていう復縁ステップアップレッスンというのをですね、完全無料で行っていきます。でこちらすごいのが時間無制限でやるっていうね、いや10分無料ですとかね、30分無料ですとかじゃないです。完全時間無制限で無料でやっております。ぜひですね、しっかり自分の復縁をもう一回見つめるきっかけを作っていただきたいと思いますし、うちの、まあ、本当にこうポリシーというか会社の理念としてね、ここに相談に来た人全員 100% 復縁の成功者を出すっていう、こういうね、ことを僕らは思っておりますんで、ぜひ来たら、まあ、役に立っていただくっていうかね、まあ、使えるものをもう渡せるものはそのままお渡ししたいと思ってますから、はい、ぜひそういったのも使って、今の辛いところやかなり、まあ、苦しいところから、はい、抜け出していただきたいなというふうに思っております。はい、はい、じゃあ長くなりましたが本編に入りますが、はいはい、一方通行の恋っていうことですね。一方通行な恋なんですけど、うん、こうやってすごく苦しいじゃないですか。苦しい、まあ、どういう状態かっていうと、まあ、こっちからしか連絡を送れないとか、うん、はい、話を広げようとしてもうんみたいな、広がらないとか、うん、なんかこう相手からのレスポンスが遅いだったりとか、うんうん、なんか自分から頑張っちゃってるなっていう状態って辛いと思うんですけれど、うん、これってなんでかっていうと、お相手の心のシャッターが降りちゃってるからなんですよね。うんうんうん、別れた時ってやっぱ気まずいじゃないですか。うんうん、なので振った側もやっぱこの前も動画で撮ったと思うんですけれど、うん、こう別れたくて別れたわけじゃないというか、いろんな気持ちがあるので容易に連絡は返せないんですよね。うんうん、今返しちゃうとまた同じことになっちゃうんじゃないかみたいな感じで返せないだけなんですけど、うんうん、復縁をするためにはやっぱり相手の閉ざしてしまった心のシャッターを上げていかないといけないので、うんうん、じゃあどうやったら上がるのっていう話を今日はしていきたいと思います。はいはいはい、了解です了解です。はい。はい、でじゃあまず一方通行の状態が何で起きてるかっていうと、うん、別れちゃったからなんですよね。はいはいはい、でじゃあなんで彼女から連絡が来ないかっていうと、皆さんもちょっとじゃあ逆の立場で一回考えてみてもらいたいんですけれど、うん、じゃあ皆さんが振った元彼元カノに今連絡取ってますかなんですよね。あ、なるほど。はい、自分の今の彼彼女じゃなくて、はい、もう一個前、そうです、もう一個、あ、そうですね、こっちか、こっち、もう一個向こうの元々彼、はい、元々彼女には連絡してますかってことね。はい、そうです、はいはい、しますか中川先生は。してないですね。私もあんまりしないタイプなんですけど、はいはい、でもたまにしたくなる時があるんですよ。まあ、どういう時かっていうと、
なんかちょっと出世した噂を聞いたとか、はい、あとはなんかインスタグラムでスーツ着なかったのになんかちょっとスーツ着てるじゃんとか、なんか髪の毛染めたじゃんみたいな、確かになんか私の知ってるあなたじゃなくなった時ってちょっと興味関心が湧くからちょっと連絡してみようかなみたいな、これあのちょっと面白いエピソードで、はい、確かにあの僕の生徒さんとかで、はい、生徒さんっていうかの実際にあったリアルな話なんですけど、うん、そのちょっと聞いてよねっていきなり友達から連絡来たんですと、はい、その元々復縁したいっていう相談さんですよ、うんうんうん、でちょっと聞いてよねって友達から連絡が来て、はい、その友達がいや実はこの間ナンパされかけたんだよねと、ナンパ、そうで、えどうしたのと言ったら、いやその交差点でなんか出張なのかなみたいな、こう、まあ、田舎って言うとなんか失礼、はい、僕らも田舎ですけど、はい、その田舎の方のところに珍しいなと思ったこうスーツ姿のカバン持ったその男性がいて、はい、うわかっこいいみたいな、はい、ちょっと思うじゃないですか、そのみんなジャージとかでいる中でスーツでいるからかっこいいみたいになって、誰だろうとかって思ったら、さっ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 てこう信号が青になったら、はい、自分の方に向かってこうやって歩いてきて、はい、パンパンって肩叩いて、うん、あれだよね、あかりちゃんだよねと、はい、覚えてるみたいな、僕だよ僕みたいな、言ったら実はその同級生の何々くんみたいになってて、はい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 、それがその相談者の元彼だったわけですよ。へーすごい。でえーみたいな、でもその元々復縁したいっていうこの彼をそっちのけにそっちに連絡するようになってみたいな話があって、あ、はいはいはい、まあ確かにあのなんか今ちょうどね、うん、スーツ着てっていう話を思い出したので、あ、そうですね、そういうのありますよね、そうなんです、思い出したらっていうね、そう、うん、だからこれって相手に対してなので、まあ、自分に対して、うん、今復縁したい元彼元彼女さんが興味とか関心を持ってくれたら連絡が来るってことなんですよね、うん、あなるほどね、決して否定されてるわけではないんですよ、あなたのことが嫌いとか連絡したくないとかじゃなくて、はいはいはい、別れた相手に連絡ってしないのが、うん、まあ基本って言い方はちょっとあれかもしれないですけど、まあ、用事がなければ連絡しないよねっていう、恋人じゃなくなったから、はい、毎日連絡してても、まあ、毎日連絡してもってなるわけですよねと、話も変に盛り上げなくてもいいというか、はいはいはい、必要なことだけでいいよねってなってるだけなんですよね、うんうんうん、でもこの状態だときついから、うん、じゃあどうするの、うん、じゃあシャッターを上げようの上げ方をやっと今言います、うんうん、はい、あなるほど、すいません僕は余計な話をして長くなっておりました、はい、これから本編に入ります、やっています、はいはい、それはまあ何かっていうと、はい、まあ、自分磨きっていう言葉が一番簡単には伝わるので、うん、まあ、自分磨きなんですけれど、うん、ただジムとかエステに通うとかではなくて、うん、自分に足りてない能力を身につけるみたいなことなんですよね。要はギャップの法則を使ったアプローチを入れるってことですね。そうです。これはめっちゃ効果あると思います。私も自分のブランディング結構大事にしてます、はい、その周りからこう見られたいから、はい、私はじゃあ毎週スパに行ってます、毎週一人でフレンチ食べてるんですけど、フレンチ食べてる写真は一人は寂しいから、誰か男捕まえて行ってください、はいはい、みたいな感じで、はい、まあ、どう思われたら私がよく見えるかなみたいなのをまあ考えてるんですよ、まあ、フレンチはインスタ映えをしたいから食べてるだけですけどね。なので皆さんも今の自分よりも周りからどうやったらさらに魅力的に見えるのかっていうのを一旦ちょっと考えてみてほしいです。例えば将来が考えられなくなったから別れちゃう人は、例えばじゃあ収入が低いって言われたとしましょう、そしたら今の仕事プラス今職業とかも会社によってはねできないかもしれないですけれど、なんかメルカリでちょっと何かお金を増やしてみるとか、まあこうプラスアルファで稼ぐ能力を身につけるだったりとか、まあ女性だったらちょっと料理が下手くそだよって言われてた場合はちょっと ABC クッキングに通ってみるとか、ちょっと料理を勉強してみるとかって言って、プラスアルファの自分の魅力を自分でまずは見つけることがすごく大事かなって思います。確かに今のギャップは作ったらそれがめっちゃ輝く魅力になって、 彼女がパンって振り向く、えどうしたの何かあったのって、だって例えば持つものが、まあ別にブランドもの持つのがいいと僕は思ってないんですけど、でもなんていうのかな、ブランドに一切興味なかった彼がなんかお財布がじゃあビトンになってましたとかね、気になりますね、カバンがビトンになってましたとかってなったら、あれってみんなこう気づくじゃないですか、あれどうしたんだろうみたいな、でそれを聞いて、いや実はメルカリでねとかね、いや新しいちょっと仕事を増やしてねって言って、収入まあ増えたんだよねみたいなことが聞けたら、別にお金で動くんじゃないんですけど、ここにあるそんなに頑張ってる彼に興味が湧くっていうことですよ。そうなんです。でここで初めてこう会話のラリーがまあ増えていくっていうかね、
コンタクトが増えるっていう、そういうことですよね、うん、はい、もうそれもありますし、うん、何かにこう一生懸命になってる時って夢中になるじゃないですか、うん、そうすると輝いてる人多くないですか、はい、まあ、アスリートもそうですけど、復縁頑張ってる皆さんだって、うん、まあ、生徒さんは特に思いますけど、うん、私がこうデートブックを作ってきてねって言った生徒さんがいるんですよね、うん、で1ヶ月ぐらい前に入塾した子なんですけど、うん、もう5スクロール分ぐらいのデートブックを作ってきて、ですごかったのが、まず何時に、前日の夜することパックとか、うん、何時には寝る、うんうんうん、で次のページ、会う前のページからもう春、前日から戦いが始まってると、で朝は何時に起きる、はい、で何時に歯磨きをする、この電車に乗るからここに家を出る、すげえ、で歩きながら彼とどんな会話をするかをシミュレーション、私とコーチングでしてたんで、それを書いてありました。すげえ。で待ち合わせした時にどういう顔して会うのか、顔を見せて笑おうねとか、そういうのも私の書いたこと全部こうやってバーって、すげえ、ボス本当に後で見せます、はい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 、作ってくれてると、はい、やっぱこうその子は復縁に向けて今すごく一生懸命全身全霊で頑張ってるの で、はい、うん、最初はその子はまあ友達としてだったら、うん、まあ、最後ぐらい会ってもいいよっていう感じの1回目のデートが、まあ、もう時期あるんですけれど、最初はこれが最後になったらどうしようみたいな、結構落ち込んでたんですけど、今は私の最大限の私を見せたいから頑張りますみたいな風に変わるんですよね。弾けてるね、弾けてるね、眩しい、はい、もう私がどんだけなんとかちゃんならできるから大丈夫って言っても、その本人が私はできるって思ってなかったらできないんですよね。なるほど。周りに自信ってつけてもらえないというか、自分でこれ頑張ってるからいけるみたいな自信を自分でつけれると、うん、自然とオーラがキラキラキラって出てくるんじゃないかなと思うので、うんうん、皆さんもこう何かに打ち込むとかでもいいんですけど、うん、自分に足りてないものを補うために、うん、まあ、補うっていうか、うん、さらに自分をよく見せるために何が必要かっていうのをちょっと考えてみると、うん、一番彼彼女が食いつくのかなと思います。だからこれが一方通行を壊すための、うん、はい、おお、まあ大事な、まあ一つのピースですよっていうこと、はい、だからなんか LINE をわーって送るのもまあまあ一つなんですけど、それじゃ発展しないならちょっと手を変え品を変え、かなり彼女に興味持たれるきっかけ作ろうみたいな、そうです、私どこでアプローチしようかなみたいな、やると意外とパンパンっていきなりこうパン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 ってこう加速するんですよ。恋愛ってなんていうの、1年間かけてまあ復縁するカップルいるじゃないですか、うん、でも実際進んでるのって1ヶ月ぐらいですからね、うん、じゃないですか、うんうんうん、あのいろんなカップル見てて、だいたいトータル3回ぐらい会うと復縁って終わってるんで、うん、そうするとどこでその3回会うのっていう話で、うん、そうするとまあうまくいってる時って1、2ヶ月ぐらいで3回は会うじゃないですか、うんうん、だからそれぐらいなんですよ復縁って、はい、なんで大事なポイントを押さえていきましょう、はい、みたいな感じでございます、はい、はい、じゃあ皆さんもですね、確率のいい復縁方法を、まあ、ちゃんと見つけてくださいと、うん、あのうち以外の何を見てもらってもいいと思います。ぜひあの自分の復縁成功に必要なもの、必要なテクニックたくさんありますから、それをしっかりと身につけていってですね、本当に大事な大事なその大好きな彼彼女さんとですね、必ず成功するための知識ノウハウを身につけていただけたらと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございます。橘事務局の中川敦史と大河内舞でした。